アーシューラーはイランの中距離弾道ミサイル。2007年11月28日から実戦配備されている。燃料は固体燃料式。射程は2 0 0 0トルから2 5 0 0トルであり、イスラエルを射程に収める。北朝鮮、または中華人民共和国の技術が使用されていると見られている。2007年11月に、 イランの国防大臣モスタファ・モハマド・ナジャルは、射程 2000km の新型ミサイル、アーシューラーミサイルを製造したと発表した。ナッジャル国防大臣は、イラン共和国はいかなる国へも攻撃を行わない。しかし、何者かがイランへ侵攻を企てるのであれば、武力によって反撃する。と述べた。彼は、射程が 2100km のシャハブさんとの違いに、 関しては言及しなかった。彼は同じ州に開催された民兵のバシジの演習において射程 2000km のアーシューラーミサイルの建造は国防省の成果の一つである。と語った。ジェーンディフェンスウィークリーによるとアーシューラーはイランのミサイル技術の主要な関門を突破したという。従来のシャハブが液体燃料技術を使用していたのに対して初めて二段ともに 固体燃料を使用した準中距離弾道ミサイルである。これにより発射までの時間が大幅に減らされることにより敵が備える時間が短くなり脅威がます。j ンズは並行して開発が進められていたパキスタンのシャーヒーンにとはこれまで知られる北朝鮮やインドや中国のような技術協力者と技術交換をした証拠はないと記している。アーシューラーは イランの防衛産業組織の一部であるサナーム、産業集団参加のシャヒード、バーゲリー産業集団によって開発された。ありがとうございます。